トメさんから聞いた話。トメが若かりしの頃、A、B、C の3人の仲良し、ケチママトリオがいた。ある時、3人が、美空ひばり歌謡ショーを見に行くために、タクシーに乗って会場へ行った。タクシーでの席順は、助手席後ろ、C、真ん中、B、運転席後ろ、A。会場についてタクシーが止まると、A と C は、さっさと車から降り、B がタクシー代を支払った。B は、このことが、ものすごく腹立たしく思っており。後日、また、3人で出かけることがあり、今度は、助手席後ろ、C、真ん中、A、運転席後ろ、B、というように座った。目的地、駅に着き、C と B がさっさと降りたが、停車しているタクシーを避けようとしたバイクと、道路側、車道側に降りた B が衝突。B は、骨折で、即入院。落語かよわらわらわら。ちなみに、この時 A ママは、おろおろしている C を尻目に、即110番&119番して、B と一緒に救急車へ同乗して、病院へ行ったそうだ。なのでタクシー代は、現場に残った C が支払った。旦那にこの話をしたら、A ママ、イコール、トメさん、ということだ。